北区王子二校舎がある順天高校の野球部は1990年に創部。現在の部員数は28人。足立区にある新田キャンパスで練習を行っています。夏の大会は去年が2回戦敗退、おととしが3回戦敗退という戦績。今年の春の大会では本大会で2回戦敗退となっています。文武両道を掲げ、勉強時間を捻出するために短い時間の中、いかに集中して練習に取り組むかにこだわりを持っているとのこと。現在はバッティングの強化に力を入れていて、一振り一振りに気持ちを込め、つながりのある打線を目指しています。まあ、主力ですと4番のキャプテン渡辺を中心に、まあ、つなぐ野球というものを目指して練習試合日々重ねて、夏の大会に向けてやっているという最中です。いい雰囲気で夏に向かって春も戦ってきましたので、その経験を夏につなげればなというふうに思っております。まあ、1年間レギュラーをやらせてもらっていて、まあ、ピッチャーも1年間レギュラーをやってるんですけども、まあ、そういった経験のある選手がしっかりチームを引っ張って、勝利を目指してやっていきたいと思います。先輩たちが成し遂げられなかったベスト16という目標を達成することが目標です。一球入魂、絶対勝つぞ。